白子さん、お疲れ様です。お疲れ様です。本日も仕事の時間がやってまいりました。はい、はい、もうちょっとでもさ、今日もう本当に雑じゃない？なんか下俺寝巻きなんだけど今日は実は調査じゃないんですよ。調査じゃない？調査じゃない。え、めちゃくちゃめちゃくちゃやることちょっと待って調査じゃないって言ったらそれ嬉しいでしょ今回はですね、この動画が上がる頃には7月もう過ぎちゃってるんですけれども、はい、貧乏中年 TV 上半期再生数ベスト5を。1ヶ月ぐらい遅いわ上半期。じゃあまず早速。待って、集計はどういう風にしたの？集計は基本的に再生数の多い順でランキングで。あ、なるほどね。はい、実質的なランキング。そうです。あとは高評価の数とかもちょっと公開していこうかなと。なるほど。はい、白子さんの頑張りが数字として現れているというので。給料見舞いかなんかすごいこびてくるの大丈夫か？お腹すいた。お腹すいたじゃねえんだということで、まずですね、5位から。逆に俺も気になるな。なんかその、なんか、再生数とか言われるとちょっとこうなるね。5位なんですけれども、噂の旅館で撮影された本物の心霊映像。ああ、なるほどね。おかみさんがもう旅館の前で昇進をされたっていう。そうです。あれね、あれはね、はい、正直その現場でも怖かったし、データ整理っていう作業を僕やるんですよ。帰ってきて、まあ、取ってきたデータをこう整理して編集に投げるんですけど、ダブル怖かったもん。その現地で音聞いてたのもあるけど、自分が寝てる時に鳴ってた音っていうのがめちゃくちゃ怖かったから、はい、それ見れるんだよね。みんな見れます。開いてるわ。ちょ、暗い。ちょっと待って、さすがにこれは電気つけよう。おお、うん、狭いけど。そんなにいいですね。入室時に必ず目を通してください。当館は古い設備でお客様にご不便をおかけするかと思います。フロントにでできる範囲ご対応いたします。フロントにスタッフがいない場合は恐れ入りますが、携帯電話で、電話あったくない？うん？何これ？お茶セットご入り用のお客様、以前トラウマになる事案がございまして、今は全室設置していません。一応その館内の、昼過ぎで明るいんで、まあ、問題の時間も夜だっていう話だったから、ちょっと夜まで待ってみたいと思います。あ、こんばんは。中入っていいですか？うん、いいけど。いい、ちょっとお茶しよう。こいしょ。やばいっすね、ここ。ここ来るだけでめっちゃ怖かった。待って。あの、お前が用意した。俺も暗くなってから部屋出れんもん。マジでやばい。やばいっす。
さっき、ほんと1時間前ぐらいからカメラ回し出したんだけど、はい、急に、ちょっとこの扉がさ、ギコギコになったりするね。マジっすか？マジで。やばい。マジで怖い。一旦ちょっと中に入らせてもらっていいですか？狭いけどね。あ、じゃあ椅子あるんで。椅子ありがとうございます。しろこさん、お腹すきません？いや、まあ、そうあのね、買いに行くのが億劫なぐらい廊下怖いんだ。そうですよね。なんか僕も、これはちょっとやりすぎる。やりすぎだ。ちょっとやりすぎたかもしれないです。これちょっと一人じゃ怖いですね。これからこちらの方で朝までの大気検証やっていきたいと思います。確かにこの明るい状況下でもなんか、こんな感じの、なんか壁を叩くような音みたいなのは聞こえるんですけど、やなりかなっていうところはあるんで、こっからはちょっとライト消して、まあ、当然僕も寝るんで、寝ながらカメラを回し続けてみたいと思います。見えるのはこれ紫外線です。ライトついてないです。え、何の音？水も止まってないじゃん。
やっぱあのさ、寝た時の音ってすごい気になるよね。あのお風呂のタタタタタってなんか水がこう高速で垂れるみたいな音、バラララみたいな、はい、あれはもしかしたら別の部屋の音がこう浸透して聞こえてきてるのかなっていう感じにも感じ取れたんです僕は。だから水とかがなかったから、水が垂れてたらさ幽霊が水垂らしたのかなとかいう感じはあったんだけど、はいはいはい、別の部屋上の階の人がお風呂でシャワー浴びてダダダダっていう音が あそこに聞こえてきたのかなってっていう風には考えたりもしたけど、でもよくよく考えてみるとシャワー浴びるの短すぎないっていうのはちょっと考えた、うん、短いしその線だともっとなりません。いやまあまあそれ言うね、怖くなるから僕がやっぱり怖いって感じはその後だよね。なんか部屋の中さ、壁になんか垂れてるのか服が当たってるのか、ジャリ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 みたいな、カリ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 みたいな音、はい、あれ動いてんだよ。ちょっと分かった、わかります。イヤホンつけて聞くと場所が動いてるから、はい、あれがめちゃくちゃ怖かったよね。確かに。あれに関してはちょっとリスナーの皆さんもね、ぜひまだ現役ですから、はい、泊まっていただいて検証していただければなと思います。今回の高評価数どれぐらいだと思いますか？高評価数はい1200。おお、全然まだまだ3222件ありますよ。すごい。結構高評価なんですよ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、第4位に。第4位。なります。偶然では説明がつかない心霊現象、ベスト5。ん？ベスト 5？ ちょっと待って待って待って。はい。ベスト 5？ ベスト5。それって前あの公開したベスト5じゃなくて、あの、怖い現象だけをこう集めたみたいな。あ、そうですね。いや、ベスト5をここで流したところでしょうがねえだ冗談です。冗談だ。冗談です。あ、はい、一応、はい、こちらの高評価率が3062件。うるせえよ。はい、次行け。はい、はい、正真正銘第4位。こちらが、恐怖の連続調査員に異変で撮影中止になってしまった映像。恐怖の連続調査員？あ、恐怖の連続ね。はい。あ、すいません。もう一回言い直しました。あそこはね、雰囲気がもうドロロってしてるもんね。いやもうびっくりしたんだけど、俺が考えてるその恐怖ベストとやっぱ視聴者さんが見てるベストっていうのはかなり近いもんがあるんだね。あ、だから変な話すると俺が怖かったらリスナーさん見るって感じなの。はい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 、はい、ね、軍人の霊が出てでリスナーさんが事故に遭ったみたいな。そうです、もうリアルな写真付きで結構ガチなやつだったよね。ガチンコでしたね。俺の記憶では3箇所。まあ普通に廃屋。はい。廃屋のその先にあった、なんか謎の施設みたいなのあったもんね。ありました。でそこから廃人じゃか。なんか隙間から入れそう。すごいな。うわ。山やん。トンネルだとは思う。これなんだ。あ、ちょうど見たいとこが汚れてる。取れないね。高塚なんとかって書いてある。でもこれってさ、備え系のなんかじゃないっけ。え、なんか音しなかった。今音っていうか声だよね今のは。なんかうん、家のところで聞こえたのはなんか女性っぽかったけど、こっちは男っぽかったぞ。とりあえず声っぽいのが聞こえたところに行ってみたいと思います。ん？なんか音鳴った今。やっぱ、落ちてくる木の実とかないよ。
誰かいますかって聞くのもなんか。いや絶対する。ええちょっと待って、は？誰かいますか？やばい、マジで怖い。ここ何なの？そしてこれ、なんか掘るって絶対。え？なのコウモリだよね。コウモリの土じゃないぞ。これはトンネルの向こう側。あれは川。こっちだもんね、トンネルは。で、これは何？なんでここに橋があんの？もしかして、ここも全部水が流れてて、昔は、いやでも、ちょっと怖いな。さっきのあの、沈み具合が半端じゃなかったから。で、さっきのあの土のうのところが、してトンネルと。いやでも意味わからん作りだよな。ここでせき止めてんのに、だから川はこっちに流れて、その下を流れて向こう側に流れてるんだよね。マジでこのトンネルは何なんだ。他のトンネルを見てみたら、って何あれ。めっちゃでっかい建造物ある。なんかいや崩れてるな。いや危なくて近づけないけど、これでかい石が向こう側から突き破ろうとして壊れたみたいに見えるね。トンネルの謎を解明しないことにはここが終われね。今、そうですか、コウモリさんですよね。ここもなんか崩れてきてるけど、崩れた跡はないんだな。これもっと上があったってことかな。いや違うな、これだな。これが崩れてドカーンってなってる。本当に何なんだこれは。ついてきてんじゃない、マジで。いやもう本当に
突然道が車って言っても軽が1台通るかどうかっていうような感じの山道になってきた。多分もう最深部は近いのかな。こういうのもさ、昔畑だったのか、この石垣を見る感じ、ここにも家があったのか、もうなんか序盤に見た家屋、そういうのに比べると圧倒的に年代が違うのが分かる。何これ、またすごいでかい木がある。何これ、世界人類が平和でありますように。読めるかな、人類が平和。いや待って、これ鳥がある。もう誰も入ってないっていうのが見ただけでわかる。なんか放つオーラがすごい。見受けられるんですけど、その上から苔がかぶさってて全く読めないです。これも同様か、これ手を洗うとこだもんね。やばい、なんか体のなんかうーって聞こえんかった今。体の震えが止まらない。なんだこれ、すごい鳥居が真ん中から割れてる。これはなんか読めそう。交代、交代まで読める。だけどその先が読めない。まずい、初めてかもしれない、こんなに体が震えるのは。何の音、なんかいるのか近くに。これは何、中根比。なんだあれ、なんか書いてある。待って、読めるかな。陸軍大将なんとか兵って書いてある。陸軍の大将のお墓なのか。確かに、でも陸軍って書いてあるのになんか怒りのマークと、こっち側なんか勲章みたいなマークがあって、
なんか水が垂れてる。どうやって？聞こえた。カメラ入ってっかな今の。え、なんか影動いてない中で。うわ、なんだあれ。え、動いてる動いてる。え、右に動いてってる。はい、あれ草の影が今のは。これ言ったら終わる。これ言ったら終わる。失礼します。過去で一番怖いかもしれない。なんだあの写真。中も崩れてて。うわっ。待って待って。もう無理だわ。もうすぐ帰りますんで。あれはさっき撮ってね。なんかもうよくわからない写真が。ちょっと待って、大正15年。かなり古いぞ。皇太神宮。もしかしたら文太にまつわる幽霊っていうのはここが忘れられてることに何かが関係があるのかもしれません。ちょっとごめんなさい、今日は引き返します。すいません。もうやばいよね。あのもう何回見てもやばい。あの軍人の神社、まあその手前のものがさ最後のインパクトで消えてしまうけどさ、手前のところからさなんかこう雰囲気がこう出てきて、まあ声とか聞こえ始めてさ、物音みたいなポタポタ聞こえるようになって、で最終的にあの軍人墓地みたいなところからあるなんか鳥居が真ん中から割れてる廃神社、はい、あそこのさトントントンとかさ、完全に幽霊だって断定はできないけど、あれはね逃げたじゃん最終的に、はい、逃げたけど今でも多分逃げる、無理だわ。今回の高評価数何件ぐらいだと思いますか？さっきは3200でしょ？ 3200 です。3300。3300。こちらがですね、高評価数2798件。どういう反応したらいいかわからん。なんか下がっとるやん。ランキング上がっとるのに下がっとるやん。そうです。あの、再生数は多いんですけど、高評価数は下がっちゃってたんです。逃げたから？
では続きまして第3位。3位。生首が映り込む放送事故。これはやばかったっすね。あれでも実はさ、俺あの撮影してる時に生首が映った橋よりも赤い橋の方がやっぱ怖かったんだよね。で確かここの話っていうのが、まあ、青い橋に行って女性に話しかけられた後に赤い橋に行くと死ぬっていう、そのむちゃくちゃな設定だったわけじゃん。そうです。でもライト2つあれば死ぬ確率が減るっていう。知らねえよそんなの。潮か風吹いた気がした。さあ、これ旬屋さん悪くない？まあ怖いところ何回もね。何回も。あれ、俺気づいてないんですよ。で、自分で編集してる時に、あれ、後ろなんか動いてんだって思ったら、その旬屋さんが映像を明るくしたやつを送ってきて、で、それを見るわけよ。はい。そしたら、あ、髪みたいに見える確かに、みたいになって、はい、で、それを何回も連続リピートしてるわけじゃん、編集したものを見ると。はい。最後スローになって何回も流れるんだよね。だんだんとさ、こう髪がさ、最初後ろ向いてたのにさ、俺にすれ違った後、こう振り向いてるみたいになってんだよね。はい、鼻と目とこの辺があるのよ。やめてくれよって思って。怖すぎる。あれは怖すぎるよね。あれは怖すぎる。あれ現地で見てたら、俺絶対もう赤い橋行ってないよ。行ってないし、もしその人を見たら、ほんまに死んでたかもしれないです。でも話しかけられたらだから。ああ、そっか。そう、だからまだ、その、大丈夫な。話しかけづらかったんでしょうね。知らねえよ。俺話しかけられてないよね。もうきっとそうだと信じるしかないよ。しかもちょっと思ってるより長いな。わかる？これの音なんて
今のところなんかでも思った以上に何もないというか、そのままゴールしちゃいそうだけど。それではこちらの方で最後の検証を始めていきたいと思います。え、なんか聞こえない？ふうふうみたいな。やばい。現地に行ってた人間からしたらこっちの方が怖いわけ。はい。橋の奥に黒いもやが左カーブになってんだけど、そっからグワーって出てくるのが見えるわけ。で、音声だけ残ってんだけど、なんか羊みたいな声で、みたいなの言いながら黒い影が近づいてきてんの。無理くない？僕はもう普通になんかねえって聞こえましたけどね。なんか、白子さんに話しかけて。もうその話はいいんだ、怖いから。でもそうなってくると高評価数やばいのか。高評価数何件だと思いますか？2850。白子さん大丈夫です。こちらは、最後逃げたんですけど、3722件。わからんリスナーさんがわからん、俺は。あれは、リスナーさんも、逃げろって思って、逃げたからグッドボタンいただいたんですよ。わからん、もう。では、お次いきます。はい。第2位、大分最強心霊スポットで起きた本物の映像。あれ嫌だったね。なんかもうずっと連れてかれてる感がすごかった。その場所その場所に。そう。確かあれ、白い服を着た濡れている女性みたいな。結局その何かしら体が濡れてるみたいなところが、まあ、関係して、それが全部女性に起因してると。はい。で、その手前にある電話ボックスで写真を撮ると幽霊が映るみたいなところあるんですけど、あそこも確かなんかコメント欄で女性が映ってるみたいなのあるんで。車とかが、まあ、夜にもかかわらず止まってて、道路も近いんですよね。で、一応ですね、これが言われていた電話ボックスなんですけど、まあ一応そう怖いと言われてる場所ではありますけど、あれ？ですね、2023年3月12日、12日？今日何日？今日13日。一応入れはするな。公衆電話としてはもう終わっちゃってますし、なんかこうライトつけて今見られてるし、あの下がっていって僕を一人にしようとしてますね。ずぶ濡れの女性が撮影されるとかいるとか中にいたのを見たという報告がありますので、一応写真を撮ってみたいと思います。もしこの中にいらっしゃれば映ってください。まあ撤去されたということで、もしこの確かになんか、まあでもやっぱ反射かな。反射によって何かが見えるのかもしれないですね。見えた？僕はちょっとわからなかったっす。わからない。ああいうのって結構先入観あるからさ、はい、あの何もないって一回判断した人間がもう一回見ても、あ、本当だってなかなかならないよね、うん、
まあでも結局その一番怖かったのはこの後なんだけどね。さっきとは違う暗さあるけど、噂される白い女性の霊であったり、この公園で数多く起こる入水首吊り、それが集中している池があると、言われるのが池です。で奥は、待って、奥なんか祠みたいなのない？うわ、びっくりした。え、道がこっからなんかなった今。昔からあるっていうよりは、足されたって表現が近いのかもしれない。え、なんかいるの？これは造花じゃないですね。未だに植えられてる花。そしてこういう飲み物とかが置いてある場所っていうのは、生前その人が好きだった飲み物とかを送って言われてるんで、噂の場所っていうのはここで間違いないのかなと思いますね。背を向けるのも怖いわ。今こうやって見てる感じだと、白いワンピースを着た女性っていうのは見つく。うお、なん、何、見てもしょうがない。今僕に見えないんで、ちょうどなんかこっから見える月、さっきからずっと月の方向に進んでるような気がするんだけど、音が鳴った月の方向に見えるかな。月、これです。この方向にかなり怖いけど進んでみたいと思います。この山の反対側が、さっき登ってみたらこう崖になって降りなかったんで、今降りれそうな方から降りてきました。あの月の方向のちょっと遠いところ、見えるかな、みんな月、あの月の方向に向かってみたいと思います。あのこの奥はなんかこう
見たら分かると思うんですけど、道路がねあるんで、道としてはここで終わりなのか。え、いや、こういうのこう上からカサカサっていって下にポトっていう音っていうのは、基本的には僕はね木の実だと思ってるんですよ。だけど、音が重かったようにも見えるんだよね。あ、ここも今俺やばいことしてる気がする。道じゃねえよ。まあ池の方は、まあ飯場くんが見てくれてるから。いや、もう音の鳴った方にどんどん進んでいってるけど、進んでいくだけでこれ遭難とかしない？めっちゃ怖い。何あれ、ちょっと鳥肌立ったんだけど。え、見えます？なんか突然、あ、何、突然なんか人工物みたいに見えてきたんだけど、なんだあれ。え、あ、これは木か。え、なに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 、なにこれ。なんだこれ、本当に。ここから降りるぞ。え、でも道は、あれ、これただ山抜けてきただけか。でもなんだこれ。なんかの入り口、神社ではないのか。神社、葉っぱが動いただけか。よいしょ。突然動くんじゃねえよ、風もねえのに。お寺でも神社でもない。八大竜王、いや、もうホラーゲームの世界でしか見たことないこんなの。ただ名前が一人一人違うんですけど、みんな退職記念って書いてある。みんな何かを、仕事を辞めると放浪するのかな。でも さすがにこんなところに、なんか夜見ると多分今僕も怖い気持ちにはなってるんですけど、
書いてあることがこうやっぱり全てお礼なんですよね。なのでもしかしたらありがたい場所なんじゃないかなと今思ってます。竜神の池？え、じゃあさっき俺が見てた池は何？え、こっち側には池は一つしかないはずなんだけど。どこに垂れてんだよ。水も動いてないぞ。水の中見えるかな。めっちゃヤモリいた今。その辺から聞こえる水の音が。ほら、この辺。もしかして今、見えてる方には見えてるってやつですか？ほら、わかる？ピチャッ、ほら！この方向なんですって。水がこうピチャッピチャッて、ほら、一応あそこに水が流れてないか確認します。こんな怖い思いして水流れてましたじゃ話になる。いや終わったわ。全く水気ないし音も止まった。実際何だったんだろうね。もう完全に竜神様竜神様なの。竜神様だったら自殺者が相次ぐみたいなことなくない？まあ、確かに
俺がじゃあ逆に龍神様に助けられた線とかがあったりするのかな。で結局あの場所から動かされてるわけだもんね。はい。ただでも龍神池だっけ最後、ね。龍神池、はい。あそこの部分でさ、その足音聞こえたじゃん、はい。あれはじゃあ幽霊じゃなかった可能性があるってこと。神秘的な存在があそこまで引き連れて行ってくれたってことになるのかな。その線もありますね。結構ちょっとオカルトチックな話になってついてこれない方もたくさんいると思うんですけど、はい、この心霊って考えれば考えるほど脳溶けちゃうんだよね。本当にそうっすよね。なぜあそこから音が鳴る方向へ進んでいったらああいう風になりみたいな。面白いよね。はい。こちらまあ逃げていないんですけれども、高評価数何件だと思いますか？4000。こちらがですね、3116件でございます。全然関係ない。逃げる逃げないもう全然関係ないよ。うん、関係ないです、ね、リスナーさんのさ高評価もさ、考えれば考えるほどさ脳溶ける、脳溶けていく。はい、じゃあお次、ハレアル第1位に、あ、ちゃくんハエアルね。あ、晴れてるのは晴れてる俺らの腹だよ。あ、そっか、晴れてるのは俺の腹。ハエアル第1位でございます。はい、これはまあ1位だなと。番組史上最強判定、恐怖の廃ホテルで起きた心霊現象、ホテル Q。 あれでも難しくない？人コアか幽霊かっていうとこ。難しいですね。あれ最後まで分かんなかったよね。僕本当に誰かいるんじゃないかなと思ってますもんね。これ言ってた、もしかして消えた YouTuber とかそういうやつ。ここに誰かいる？外か。外だとしてもとりあえず一回ここ中見よう。系のさ、あ、神棚、神棚が下に下ろされて、あんなんとかって何、黒いしぶきみたいなのがあるけど、これって大丈夫なやつ？あ、まあこれはキッチンならまあ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 。実際に来てた人たちの本物のやつだな。平成29年ってことは封鎖されてそんなに経ってない。殺人が起きたのも結構最近ってこと。昔ですね。幽霊にもこれなんだ、家電用電気会社の大事そうな書類だけど、こんなのはいいの？やばい、なんか、なんか頭痛いかも。大丈夫かこれ。これはトイレ。ちょっとごめんなさい。人が入ってない。で、映像だけ。強めの音になってるんですよ。え、待って、ランドセルがある。さっき気づかなかったんだけど、え、こんなとこあったっけ。今までありがとう、これからも友達でいてね。4年間ずっと一緒で離れるのは嫌だけどずっと一緒だよ。めちゃくちゃ人の名前書いて、え、ちょっと待って、大丈夫だよねこれ。めっちゃこの地元の名前書いてあったけど、
さすがに少女とは聞いてるけど違うよな。触っちゃったぞ。ちょっと待って、俺のシュッとだよねこれ。え、足の形。待って、やばい、なんか濡れてる。え、濡れてるけど違う足跡混ざってない？足跡さ、絶対裸足だもん、ね、裸足っすね。行きがけ何もないわけよ、うんうんうん、そこの部屋に入った時に足跡が。ってなったら俺の足跡以外ないわけじゃん、うん、だから自分の足跡なわけ。それがたまたま足の指っぽく靴履いてんのならんでしょ。ならない。しかもめちゃくちゃでかかったからね、俺の靴よりでかい生足みたいな、うん、俺ワンチャンクマかなって思った。動物がいてこっそり俺の後ろからこう見てどっか逃げてったんかなって思ったけど、はい、まあ、あまりにも人っぽいけど、人っぽい足跡の生き物って結構いるわけじゃん。だからそこは結構気に留めないでスルーしてその先に進むんだけど、階段でさ、人糞を発見するわけでしょ。あそこで人かもって思ったよね。はいはいはい。でもそこまではちょっと まだなんかこうバラエティ要素というか、うん、なんか気持ち悪いぐらいだったんだけど、その後だよね。ラボにレストランとかあんの？これ何これ？ピシャってなってんの？これさすがに汚れだよね。傘つった。どうぞ。待って、すいません。やばい。どうしよう。どうしよう。え、ちょっとこれ NG かも。え、すいません。いや、あれ人だよね。さっきの。もう見るの怖いんだけど。無理だって。
関係と。いやもう本当に心拍数上がりすぎてやばい。こういうホテルにさ、人が亡くなってるって前例が結構あるから見つけちゃったのかと思っちゃったよ。これがね、一番背筋凍った俺は。だってその足跡から人糞からの流れだったら、あれは人でしか見えなくなりますよ。でしょ？そういう風に思考が持っていかれてる、人がいるかもって思ってる思考がなって、こうパタパタ音鳴るわけじゃん。うん、普通にドーンとかガーンとか鳴るわけやん。はい、人為的やん、どう考えても。人為的っすね。で、その果てに見つけた寝そべっている人間みたいな。終わったってなるでしょ？はい。なんでその、はい、みたいな感じなの。めちゃくちゃ怖かったっすもん、あれ。マネキンだった時に、いろんな感情がさ、一緒に下からこう、グンってきたもん。なんかこう、この置き方をしたやつ。はい、すごいなっていうのと、ムカつくわっていうのと、問題はこの後なんだけどね。問題はこの後ですよ。もういよいよ。もう3回しか残ってないのよ。見つけるしかないよね。誰かいますよね。行くしかないか。確認します。すいません。撮影で許可もらって。来てます。なんか行ったりしないんで、ちょっとよかったら撮影だけさせてもらってもいいですか。絶対なん誰かいるよ。ものすごい線香の数だけど、すいません、失礼しますね。めっちゃ怖い今。プーさんの部屋じゃん。こちらっつって今。あそこ水道管が取ってんのか。
シミがすごいな、ここ。本当にここで殺されちゃったのか。でも確かに配線泥棒は来てるんですけど、この壁のあれをからするとこっちは間違いなく、まあ、新スポに来た人たちだよね。あれ何あれ、この壁に壁に穴開いてるのかな。ああ、壁に穴開いてるのを隠してるわけだ。なんかある。うん、なんだこれ。いたずらでいいですよね。これ自分です、これは自分です。それではじゃあここで30分検証やりましょうか。はい、それでは久しぶりに30分検証やっていきたいと思います。よろしくね。で、今日は近くのコンビニで線香を買ってきたんで、これをつけてみたいと思います。こんな火でかいんだっけ、気のせい。なんか久々だからかな、なんか線香の火がめちゃくちゃでかいような気がする。もしここにどなたかいらっしゃいましたら、一緒に、こちらにカメラがあるんで映ってください。火がでかいような気がするな。いらっしゃいますか。え、あ、豆島の声か、びっくりした。完全にいたよね、あれは。いましたよあれは完全にいたよね。絶対にいました。俺はもう人だと思ってる、未だに。めちゃくちゃ怖いけどね。あの、霊的なものだとは思いたく、どっちなんだろう。いや、でもどうなんだろうな。なんか
個人的にはやっぱその霊を移したいっていうところから霊障であるった方が、言い方改めないわ。美味しいと思ってる。うんうんうん、美味しいと思ってるけど、あれは多分どっかに人おる。音が鳴ってそっち行って、俺は中にいると思ったけど、うん、あれ多分出て行った時だと思うんだよ。人が住んでてっていう。ああ、じゃあまあその、誰かに見られたくないから、逃げてったみたいな。ね、まあそう、信じきれないから、信じきれないから、信じたくないから。はいはい。だから、あの中に行った時に誰もいなかったんだって、ずっと俺言い聞かせても。あ、そういうふうにもう自分をマインドコントロールしないとやっていけねえと。うるせえよ。だけど、あれは一番怖かったね。あれが一番怖かったっすね。そう、確かにリスナーさんが思うより公開されてる動画の中では。はい。あれに関しては本当に、もう僕もこれは怖いってもう、めちゃくちゃ思ったんで、うん、まあ、あれだけの再生数だ出して、まあ、それはやっぱ再生されるな。なんで上からなんだよ。うん、こちらのホテル級の高評価数、何件だと思いますか？4000。お、こちらですね、なんと、4563件もいただきました。そんなに行くの？はい。結構、人コアも好きなんじゃないですか？人コアも好きかもしれないですね。ね、今後の動画にも役立ったいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ、個人的にやっぱり見てほしいのは、まあ多分リスナーさんも見た後だと思うんだけど、はい、あの、開口の蛇口ね、あの、勝手に回るのを初めて見た。あれはやばいっすよ。あと、京平さんの水越集落。ああ、もう、僕もあれ、もう、あれ見終わった後に、白子さんのところまで行きましたもんね。うん、これやばいっすね、やばいっすね、つって来たよね。はい、あれも、怖い。はい。だからもう怖いのに飢えてる人はね、この2件、まだ見てなかったら、ぜひ、下の概要欄からご覧になられてください。はい。終わり？一応、ベスト5、こちらで以上となるんですけれども、今からですね、調査に行っていただきたいと思います。